電子看板やドローンなど最新機器で効率的な働き方を提案するイベントが佐賀市で開かれています。このイベントは宮城町出身でリコー三愛グループの創業者市村清ゆかりの企業で作る三愛会九州支部が開いた商談会です。会場には48社のブースが設けられ、重いものを抱えるとき体の負担を軽くする器具や屋根の上などを安全に点検できるドローンなどが紹介されています。市村の DNA を受け継いだ三愛グループの強みをそれぞれ生かしたイベントとなっております。 DX を活用した最新の機器が揃っておりますので、どうぞお越しください。会場となっている市村記念体育館は市村清が寄贈したもので、市村や体育館の歴史を紹介する写真なども展示されています。このイベントはあさってまで開かれています。